はい、商店街散歩のマサです。今回は鹿児島県の鹿屋に来ています。今回ご覧いただく商店街はですね、多分僕史上一番珍しいんじゃないかなと思う商店街です。かなり激レアかなと思います。それがあちらですね。サンロード中町商店街です。こちらの商店街ですね、何がまあ珍しいかというと、なんか構造がかなり珍しくてですね、一応アーケード商店街ではあるんですけども、歩道アーケード、真ん中に空間があって屋根が吹き抜けてるんで雨が入ってきたんですけど、っていうことは歩道アーケードじゃないかっていう、よく歩道にこうアーケードがあるタイプの商店街なんじゃないかなと思いきや、そうでもなくて、どちらかというとアーケード商店街の間が空いてるっていうものになります。熱海でも同じようなものがあったんですけども、ちょっとこれはですね、見た目的に少し違ってるというか、珍しいんじゃないかなと思います。ということで、かなり短いんですけども、中に行ってみようと思います。このアーチがまたいいですよね。この白い部分の中側があそこちょっと見えてるんですけども、鉄筋が見えてて錆びてるのが見えますね。なんか僕の中だと外壁が肌で、中の鉄筋部分が骨みたいな印象なんですけど、骨がむき出しになってるみたいですね。ちょっと表現悪いか。骨組みの部分、茶色く錆びてる感じが表面の白い外壁となんだかこう合ってますね。中はですね、ほぼ夜の店って感じですね。見た感じ全部夜の店なんじゃないかっていうぐらい夜の店が密集してます。飲みに来る方はここに来ることが多いんでしょうか。ドリーム運転代行っていう運転会社ですかね。多分夜の店で飲んで車で帰れなくなったと、それでタクシーで送ってもらおうっていう、そういう需要があるんでしょうかね。ちなみにここにその運転代行の駐車場がありますね。ただハッピー運転代行って書いてある。さっき見たのはドリーム運転代行だったので、2種類ぐらいあるんですかね。ちなみにアーチ裏のこのステンドグラスがめっちゃ綺麗。ここは夜の店の密集地帯みたいなんで、どっちかっていうと夜に来た方が良かったかもしれないけど、多分夜に来たら撮影結構難しいんじゃないかな。スナックプチトマト、スタッフ募集してるみたいですね。時給1500円から2000円ってどうなんでしょう。こういう店だと高いのかな、安いのかな。こっちの通路の先も、ほぼ飲み屋だな。本当に飲み屋しかないな。あ、ちなみにこれ見てください。
この自販機に財宝って書いてあるじゃないですか。この財宝っていう自販機結構見る気がするんですよね。で、この財宝って書いてある自販機にはこれがあります。財宝水。あれ、こんなのも珍しくないですか。皆さん見たことあります？紅茶姫。こっちも珍しいけど、見たことないのが多いな。これも見たことないな。天使のブレンドと天使の微糖。鹿児島の自販機、何気に面白いです。なんかこの鹿屋って町はですね、来てみて思ったんですけど、全体的になんかシャッター通りというか、シャッターが閉まってる店が多くてですね、至る所に廃墟が点在します。なんで廃墟とかそういうの見るの好きな人は、意外とこの鹿屋はおすすめかもしれませんね。道で見つけた廃墟いくつか紹介しますね。こんな感じ。この商店街はやっぱりこう真ん中にこの道路があるっていうことからも分かる通り、なかなかの交通量ですね。これちょっと真ん中通れないんで、真ん中の映像は撮れないんですけど、結構気をつけないといけない商店街です、ここは。なんでここで夜飲んでフラフラして道路にっていう、なんかちょっとそういうシーンもあるんじゃないかなと思います。ちょっと気をつけないといけないですね。なんかビッグが落ちてる。あー、ビッグが、こんなところにポストが。しかもこのタイプのポスト。なんでだろう。なんかこの商店街に一番似合わないものな気がする、これは。エンディングを撮ろうと思ってこの信号を渡ろうと思ってるんですけど、多分車がメインの通りなだけあって、信号が全然青にならないという。結構待たされてます。お、青になる。はい、ということで鹿屋のサンロード中町商店街でした。この中町商店街に来るために電車で1時間弱、フェリーでまた1時間弱で、バスでまた50分ぐらいかけてここに来ました。多分鹿児島散策で一番時間がかかった商店街なんじゃないかなと思います。いやー、でもこれは来れてよかったな。大満足です。はい、それではこの辺にしようと思います。また次の商店街でお会いしましょう。それでは。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。